皆さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家のキマニュシャトレーゼマニアの稲垣飛鳥です。今日の動画は、ちょっと久しぶりのシャトレーゼ動画です。今ですね、シャトレーゼではじゃーん、桃フェア開催中です。ちょっとね、しばらく新商品が出えへんなと思ってたら一気に出ました。もうちょっと出すぎてこんなにたくさんってびっくりするぐらいの量なんですけど、今回の桃フェアはケーキの数がめちゃくちゃ多いです。期間限定のケーキが全部で8種類出たんですけれども、今日はもうそれをランキング形式でご紹介したいと思います。それではシャトレーゼ桃フェアケーキランキングスタートです。はい、こちらはまんまる白桃ケーキ、税込み388円、1個あたりが297キロカロリー。もうね、これはおなじみのケーキですよね。季節ごとにまんまるリンゴだ、まんまるいちご、まんまるメロン、いろいろ出ますが、それの桃、白桃ケーキってなってるけどめちゃピンクですよね。でもそっか、白桃ピン桃ってそうやんね。中身はね、白いけど外側は皮はピンクですもんね。これは、ケーキの作りとしては、一番下にスポンジが、この、スポンジがあって、その上にカスタード入りホイップクリームが乗ってて、その上に白桃ヨーグルトムースになってます。このシリーズは結構こう甘くてお子様向けっていうイメージなんですけど、なんか前回何だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、あ、全然ちょっとこう子供向けと思ってたらそうじゃないなって思った印象があります。ではでは、こんな感じです。スポンジの上にカスタードホイップクリームはちょっとよく分からへんな。ここでもちょっとゼリーっぽいで、これがヨーグルト風ヨーグルトムースかになってます。断面見えるかな、こんな感じになってます。ではでは、いただきます。このスポンジはめちゃカステラの味です。うん、甘い甘い。で、上がおー、ヨーグルトと白桃すごい合いますね。桃、これはね、どっちかというとヨーグルト要素が強めですね。さっぱりとしたヨーグルト感が強い。全然そんな甘くどくないように仕上がってて、割とこれはヨーグルトメインですね、今回のまんまるケーキは。はい、すごくさっぱりいただけました。まんまる白桃ケーキでした。はい、こちらは山梨県産白桃のトライフルです。トライフルということで、こちらこのような層になっています。一番下からなんかジュレっぽいもの、スポンジ、なんかまたジュレ、クリーム、でゼリーで桃が乗ったトライフルになってます。トップにね、キラッキラのゼリーが乗っててめちゃめちゃ美味しそう。これね、値段めっちゃ高いんですよ。税込み594円ということで、ちょっとしっかりレポしていきたいと思います。桃も一緒に、ちょっと大きいかな。こんな感じですね。これね、上の桃はミントレモンシロップでマリネしたそうです。マリネ漬け込んでたってことかな。ではでは、いただきます。桃の歯ごたえがすごいです。桃を一緒に食べると桃がめちゃくちゃ大きいので、かなり桃感を感じられる。桃にしっかり歯ごたえがある。プラスこの桃とチーズクリームがすごく相性がいいです。山梨県産白桃のトライフルでした。はい、こちらは白桃ムースと紅茶のジュレ、税込み345円、1個あたりが212キロカロリーと、カロリーは、ね、抑えめですね。これね、下から、桃クリーム、そして紅茶ゼリー、
で、ここに見えるかな、懐かしのナタデココで、トップにはクラッシュゼリーと、白桃のシロップ漬けが乗ってます。なんかこうちょっとミニサイズよりか大きいか、中ぐらいサイズっていうのかな、なんかすごく爽やかで暑い日にぴったりなような、そんなデザートになってます。なんか最近ね、紅茶の使ったスイーツシャトレーゼ多いですよね。じゃあいただきます。うん、しっかりここはしっかりしたゼリーですね。で、一番下が桃クリームで、紅茶ゼリーナタデココ、おいしょ。なんかちょっと、なんかちょっとこぼれそう、こぼれへんかな、綺麗、なんかめっちゃ綺麗じゃない、なんかすごい宝石のよう、あ、めっちゃ綺麗。あの紅茶ゼリーはあれなんですね、こうクラッシュとかじゃない感じかな。うん、ではではいただきます。紅茶ゼリーめっちゃ美味しい、ちょっとびっくりした。程よいあの弾力もあり、そして一番下の桃クリームと紅茶ゼリーがめっちゃ合います。ナタデココ懐かしい、結構歯ごたえあるんでしたね。これすっごい好きです。私結構紅茶のゼリーって意外とないじゃないですか。で、紅茶ゼリーだけ食べてたらちょっと飽きるような気もするんですけど、これすっごくいろんな味がしてめちゃくちゃ美味しい。これすっごいおすすめ。うん、爽やかですし、全然その甘さも控えめで、なんといっても紅茶ゼリーの味がとても良いです。白桃ムースと紅茶のジュレでした。はい、こちらは山梨県産白桃のプレミアム純生クリームショートケーキ、お値段税込み464円、1個あたりのカロリーが325キロカロリーとなっています。こちらのねショートケーキ、特徴は、スポンジなんですね。このスポンジ、産みたて卵と北海道産 100% の小麦粉、カソナードなどを使用したふんわりしっとりなスポンジだそうで、もう見るからにめちゃめちゃきめ細やかなスポンジです。スポンジの間にクリーム、で間に入っているのが白桃と、桃ジュレ、ここが桃ジュレですね、のサンドになっています。あの季節ごとにね、いろんなフルーツのプレミアムショートケーキが出るんですけど、まあ、お値段高い分もう間違いない味です。めちゃくちゃ美味しそうですね。ではではいただいてみたいと思います。スポンジのキメがめちゃめちゃ細かいですね。ではいただきます。スポンジの卵の味がすごく濃いです。生クリームもね、すごくあのミルキー、桃ジュレはすごく柔らかくってムースのような感じですね。で、あの全体的には甘さ控えめですね、このケーキは。とにかくこれスポンジがやっぱりその産みたて卵とこだわりの小麦粉を使ってるので、スポンジが楽しめる、そのスポンジに上質な、クリームと新鮮な桃が組み合わさった本当にプレミアムなショートケーキ、山梨県産白桃のプレミアム純生クリームショートケーキでした。はい、こちらは白桃のカップデザート、税込み399円、1個あたりが280キロカロリーです。これね、季節ごとにこのタイプのデザート出てるんですよね。で、構成はよく似てて、一番下がこちらがホワイトチョコでコーティングしたアーモンドクランチ、その上にこれはねレモンクリームで、これがラズベリーゼリーで、ここが、桃クリームで、レモンクリーム桃クリームで、一番上に、クラッシュしたゼリーと桃のこのなんだ甘く似たようなやつが乗ってる感じで、全部で 1,2,3,4,5,6,7、 上の桃とかを入れたら8、そのデザートです。あ、なんかもうちょっと
よくそうじゃない感じで取れたんですけど、めちゃくちゃほらやわやわです。ではいただきます。おー、レモンクリームがねすごい爽やかでいいですね。でラズベリーゼリーがすごい歯ごたえがしっかりしてる感じでいいです。うん、アーモンドクランチの食感もいいです。うん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 、おいしい。溶けるようで、今回のやっぱ桃のケーキ全部すごく柔らかいですね、うん、すごく柔らかくてね食べやすい感じでめちゃめちゃ美味しいです。これもあ、ちょっとこれもすごくおすすめですね。白桃のカップデザートでした。はい、こちらは桃とすもものトルテ、税込み378円、1個あたりが304キロカロリー。このケーキね、めちゃめちゃ桃尽くしで、めちゃめちゃ桃の香りがね漂ってるんです。で、わかりますかね、これねちょっとプルプルする感じなんですよ。トップの部分がねナパージュっていうんかな、プルプルしています。そして層がなんと、9層になってて、ゼリーとかジュレとかクリームを重ねた、全部ね桃風味で、桃尽くしのケーキになっています。ほらほら見て、1,2,3,4,5,6,7,8、あれ9層やと思ったんやけどな、1,2,3,4,5,6,7,8層かな、こんな風な感じになってます。トルテってね、デコレーションケーキっていう意味でしたよね。ではではいただきます。スポンジがシロップたっぷりでめちゃくちゃ柔らかくてすごい好きなタイプです。うん、あ、おいしい。これ一番下のスポンジがもう本当に水分たっぷりで、すごく柔らかくって、その上に少し弾力のあるゼリー、そしてシロップ漬けされた桃で桃クリーム、これねちょっとね結構独特しい味かなって思ったんですけど、めちゃくちゃ美味しい、ね、これすっごいおすすめです。びっくり、ちょっと想像以上に美味しかった桃とすもものトルテでした。はい、こちらカクテルグラスジュレ、山梨県産白桃とイチゴです。これねすごいんですよ。よいしょ、フルーツがぎっしり、めちゃめちゃフルーツ尽くしですね。いちごと桃、いやー、これはもう夏に食べたいデザートです。トップにもねたっぷりと白桃が乗ってますね。すごい贅沢なデザートです。はい、こちらでは食べていきたいと思います。これね、なんとね中はマスカットゼリーなんだそうです。おー、すごい、ほんと、うわ、柔らかいです。どう取ればいい、あー、すごい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 。でもちょっとまず、こんな感じ。とにかくねフルーツの量が、これ白桃の量が半端ない、すごい量です。ではではいただきます。マスカットや、めっちゃ美味しい、フルーツが最高。結構ねゼリーはねしっかり歯ごたえのある感じですね。これめっちゃいいと思う。こんなにフルーツいっぱい、だってまだまだいっぱい入ってて、これでね税込み302円なんで、ほんまにコスパがいいのはこれかもしれへんね。これすっごい美味しい、おすすめです。カクテルグラスジュレ、山梨県産白桃とイチゴでした。はい、こ
ちらは山梨県産白桃のレアチーズタルト388円です。これもね、今回の桃フェアの看板商品の一つでもあります。これね、ホールのね、丸い大きいケーキもあるんですけど、もう即日完売で、毎日毎日完売状態が続いているんだそうで、私もこちらのケーキは予約して購入しました。クリームがトロトロなんですよ。レアチーズクリームの上に、カスタード入りホイップクリームとホイップクリーム、ちょっとどうしよう、やわやわすぎる。こんな感じなんですけど、ちょっと断面がトロトロすぎて見せられない感じです。ではいただきます。桃がめっちゃ美味しい。これいい。あのね、タルトはシャトレーゼさんのいつものタルトで、柔らかめのタルトなんです。桃がとにかくめちゃめちゃフレッシュで、桃そのものって感じですね。あの加工された桃じゃなくて、すごくこの桃が美味しいです。でこの下のクリーム、やわやわなクリームがやっぱりね、チーズを使ってるから酸味があるので、桃の甘さとちょうどバランスがよくって、私はもう今回の桃フェアの中でこれがやっぱ代表に一押しになる、毎日それは完売になるやろなというのが納得できるケーキです。すごく美味しいです。お値段もね、税込み388円とお安めですしね、これいいですね。山梨県産白桃のレアチーズタルトでした。はい、というわけで今回は、モモフェアのケーキをランキングでご紹介しましたが、いかがでしたか？結構ね、発売する前からその情報を見てたんですけど、実際食べてみてのランキングは全然違いました。今ちょっと手元にランキングがあるんですけど、そうですね、1位はレアチーズタルトやったんですけど、これはもうとにかく桃のフレッシュさがもうダントツ、もう今向いて乗っけてくれたんかなっていうぐらいの新鮮さがあって、本当にこれはお値段も388円でめちゃくちゃおすすめなんで、食べていただきたいなと思います。まあ、なんか私が意外だったのが、桃とすもものトルテっていうのがね、結構見た目的になんかこうガチャガチャした感じの味かなと思ったんですけど、これすっごい美味しかったです。しっとりしてて、というわけで、まあね、結構そのケーキとか甘いもの、まあ食べ物全般にそうですよね、それぞれ好みがあると思うんですけれども、もうあとね、夏はシャトレーゼ、この桃フェアの次は、きっとシャインマスカットとかいろいろまた違うフルーツに変わっていくので、桃フェアのケーキ何食べたらええかなって思う方に、ちょっと参考にしていただけたらなという動画でございました。桃商品はケーキ以外にもね、いろいろあるんですよ。でそれもちょっと動画撮ってるんですけど、期間までにちょっと編集できるかちょっとドキドキなんですけれども、そちらの方もアップしようと思ってるので、ぜひぜひ次回も楽しみにしておいてください。今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。YouTube 以外に、ブログや Instagram もしてるので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。